多分ね、RE2 も RE3 もね、やってきてるけど、多分、RE4 が、いっちゃん難しい、と思う。入った。よいしょ。そして、ナイフ入ったの大きい。これさ、アシュリーのキーホルダーめっちゃ可愛くない？欲しいんだけど。皆さんこんばんは。今回もね、バイオハザード RE4 続き遊んでいきましょう。さあ、ちょっとね、間が空いてしまいまして、なんだっけな。教会の円盤狩りを手に入れたところか。じゃあ、戻っていくところなんだけど、そうか。これ、そうだよね、戻ってないから、そうか、ちょっと、あれだね、戦闘が、あるな。そしてこれ取ってなかったか。あ、これ売れねえかな今。売れないか。あ、いけるじゃん。赤、青、黄色。いいね。26,000円。素晴らしい。これね、レッド強いんだけどね、カスタマイズしないとちょっとね、使い物にならないってのが、まあ、使い物にはなるんだけど。売っちゃおうか。陽光町のランプ。オッケー、27,000。素晴らしい。他には何かあるか？どうしよっかな。どうしよっかな。ハンドガンの強化。サブマシの強化。しようかな。18,000。じゃあどうしよっかな。コンバットナイフの、プライマル、どうしよっかな。威力はね、上げておいて損はないから、コンバットナイフかな。4000で、なんもできねえか。トレードで、このね、TMP も欲しいんだけど、これ3つだよな。3つってなんか持ってたっけ。あ、ないよね。よし、じゃあ向かっていきますか。ボス戦だなこれ。したらちょっと待ってね。そうか。いや、どうしよっかな。どうしよう。閃光弾でやるか。閃光でやるか。あ、いっぱい落ちてるな。いいね。あー、ガンパウダー嬉しいけど。サブマシ作っとこうかな。どうしようかな。サブマシかな。うん。で、これ組み合わせしておこうか。よし。オッケー。じゃあ行きましょう。待ち伏せか。ローリーハラスブラガーズ。さあ、バイオ5でもおなじみの。なんか一瞬音が飛んだような気がするけど、気のせいか。やめてくれよ。ほい。あ、閃光あんま効いてる感じしねえな。あ、待ってくれ待ってくれ。あ、危ねえ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 。建物が入ろう。あ、危ねえ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 。ほんと危ない。これね、建物の中入ってもね、安全じゃないんだよね。あぶねえ。そんなもの投げんな。あぶねえな。ハンドガンにして、ハンドガンの威力上げてるからな。ワンチャンハンドガンでも、いけねえかな。おっ！ダメージえぐいって。ダメージえぐいって。死んじゃ死んじゃ。ハーブと合成して、オッケー。ちょっと待ってね。狭い狭い狭い。ちょっと狭すぎ。あ、オッケー。ハンドガンでもいけたね。いいじゃん、いいじゃん。
これね、線香を投げるといいんだけど、どうしようかな。線香を使うか、1個ぐらい狙いずれ。オーケー、入ったでね、ナイフをここで使うからナイフの威力を上げといた方がいいかなって思ってんだけど、でもね、スナイパーの方が楽なんじゃないのかなと思うんだよね。スナイパーって確かね、クリティカルかなんかがね出るんじゃなかったかな。で、助けてると犬が手伝いに来てくれるんだよね。無理はするなよ。ショットガンか、いいね。ワンちゃん頑張れ。頭狙った方がいいと思うんだよな。よし、おい、ワンちゃんに何してくれてんだよ。ひるめ、やめろ。ワンちゃんに攻撃するな。くそ、弱点出ねえな。お、ワンちゃん蹴り上げるとか許さん、マジで。お前は絶対に許さないぞ。ナイスだ、ワンちゃん。よくやった。これ確かね、あれできなかったはず。あ、ま、狙いづらいって。クソ、狙えねえ。やっぱりカスタマイズ欲しいな。ワンちゃん逃げろ。危ない危ない。捕まれんだよなこれ。ワンちゃん気をつけろ、踏まれないように。くそ、ダメか。いった。いや、これしょうがないな。あんまりね、ダメージ食らっている余裕はない。くれてやるよ。そう、この状態だと閃光がねめっちゃ効くからね。これで倒しきれないか。あ、無理か。もう一発かな。弾をね、っていうか閃光とかね、節約したいなと思って、ついつい、あ、くそ、使わないんだけど、なるべくね使った方が楽だよね。そう、絞れてないからダメだな。これは使おうか。時間がね無駄になっちゃうから。はい、よし。多分これでもうやれると思うんだけど、これ以上は閃光を使いたくないと思ったらやれたね。うん、まったくパンケーキになるとこだった。なんか、よし、教会に急ごう。こうやって見ると可愛いね、なんかね。で、先に進む前に出てきたところに読み物、これは今のやつの、まあ、成長記録だね。大木のようなツルハシを軽々と振る。うん。で、ベルベットブルーで、そのね、大きい、なんだっけ、ツルハシってのは、俺ね、調べてなかったと思うんだけど、ここにあるんだよね。誰が使うんだみたいなことをね、レオンが言うんだけど。ワンちゃんありがとうね。怪我してないかい？うん。ありがとう。これ調べられるか今。あ、もう無理だよね、さすがにね。そう、調べると、誰が使うんだこんなのみたいなことを言うんだけど、俺調べなかったからね。じゃあ戻っていきましょう。で、ショットガンもあるからハンドガン作っておきたいかな。ナイフいっぱいあるな。いいね。で、この先もね、またちょっと、難しいのよ。なんか難しいばっかりね、言ってるような気がするんだけど、マジで難しいんだよね、RE4 は。多分ね、RE2 も RE3 もね、やってきてるけど、多分、RE4 が、いっちゃん難しい
と思う。うん、ガンパウダー4個じゃ作れないな。これがねすごいんだよ、この開けるのが。ほらこれかっこよくない？どういう仕掛けって感じなんだけど、まあそれを言ったらね、あのキリがないんだけど、バイオってね、なんか何この仕掛けみたいなの多いから。あー、ボルトはいらないな。あー、まあ売ればいいか、お金になるからな、少しでも。サブマシはありがたい。あ、そっか、ショートカット設定しないのね俺ね。あ、うん、ショートカット4番。何を俺今外した？あ、オッケー。何やったのかと思った今。青いダイヤルね、オッケー。じゃあ謎解きといきましょうか。これね意外とね苦手な人はめっちゃ苦手だと思うんだけど、分かっちゃえば簡単なんだよね。まず青からやりましょう。まあ、どれからやってもいいんだけど、青からの方が簡単かな。でこれね全体見ちゃうと難しいんだけど、真ん中をそのなんていうの、合うところに持っていけば、これさ青の、中心寄りのところってさ、ここでぴったり合うじゃない。まあ、そんな感じでこの緑もなんかこの切れ目がここに合うよね、中央ねっていうところで合わせたら、もうあとは赤はぐるぐる回すだけ。これでもう謎解きができるので。そう、こういうねあのパズル系ってね苦手な人ね本当に苦手だと思うんだけど、そういう風にねあの中心を見て合わせれば、簡単だっていうことはね。さあじゃあアシュリー、いないのか。今グッドタイミングだったね。アシュリー、ここにいるのか。アシュリー、アシュリー・グラハムいるのか。あ、よかった騎士じゃねえ。よかったわ。落ち着け。俺はレオン、大統領の命で君を。かわいいな。泣けるぜ。一人じゃ危険だ。俺の言うことを聞いてくれ。何なのあれは。あそこ、彼らを追え。迷い子が逃げる。ベルセギーレース、哀れな子らに救いよ。君のお父さんに頼まれた。だから俺を信じてくれ。言うことを聞いてくれないか。必ず君を無事に返す。分かった。分かったわ、レオン。よし、まずはここ出るぞ。さあチャプター5ですね。こっからね難しくなります。っていうのもアシュリーを守りながら動かないといけないので、なのでまあ RE2 でいうシェリーみたいな感じだね。うん、で先に行きがちなんだけど、ここになんだっけ宝石宝石が出てこなかった。宝石があるので、うん、気づかれたな。まあ気づかれてもねって感じなんだけど、あの橋も。え、わかった。でこんな感じで
アシュリーがいるといろんなところに行けるようになるんだよね。協力してはしごを下ろしてくれたりっていうのがあるので、今まで行けなかったところも行けるようになるというわけだね。で、先に進む前にアイテムが、そう、ボルト用マインとかあるので、これね、本来だったらまあマインを使ってやるのが簡単な突破方法なのかもしれないんだけど、俺ね、ボルトあんまり使いこなせないのよね。俺はね。うん。人によってはね、ボルトめっちゃ強いじゃんって思うかもしれないんだけど、俺はね、ちょっと使いこなせないので、なので、銃で、切り抜けたいと思います。嘘でしょ？大丈夫だ、受け止める。信じろ、さ。この高さは怖いよね、いくらなんでも。ナイスキャッチ。ありがとう。うん、惚れちゃったかな。で、先行手榴弾と、そう、こっちにね来なかったのはアシュリーをね、救うとこっちに来るんだよね。ターゲットを保護した。本当に彼女は無事なの？ああ。さすがね、コンドルは。すぐにヘリを向かわせる。そちらに回収地点の座標を送るから、彼女を連れて、今すぐそこへ向かってくれる？了解。急いで、天気も崩れてきてるから。それじゃ。うん。で、回収地点に向かっていくんだけど、これね、どうなんだろうな。あのね、閃光を投げちゃうのが一番簡単じゃないかなと思うんだけど、まあ、そうだな。やるか、全部。そしたらね、アシュリーに命令ができるんで、離れててもらって、こいつは、ナイフでやろう。よし。気づいてないか、あれ。いや、でもどの道ね、気づかれちゃうんだよな。気づかれてないか。中にみんな入っていくね。でもね、囲まれちゃうんだよね、これね。ほら、来た。ね、こういうふうになるから、相手しちゃった方が楽。よし。あ、まずい。あ、まずいな。で、アシュリーがね、一人になっちゃうからね、こういうふうになっちゃうからまずいな。で、連れ去られると、そう、こうなっちゃうから、こうなっちゃうからね。ほい。おっと、待って、ちょい待って、ちょっと待って、アシュリー、どこ行った、アシュリー。あー、かなり遠くまで行ってんのか。おっと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 、走り切るか、これ。おいで、アシュリー、アシュリー。え、アシュリー、どうした。いやー、マジか、アシュリー。くそ、少し眩しいぞ。あ、え、俺死んだ。死んだか。いい見本を見せられたな。そう、だからね、走り抜けんのもね、ちょっと危険なのよね。だから、全部相手にしちゃうのが、俺はね、楽だと思うのよな。まあ、待ってね、みんな中に入っちゃうのも、待つのもありだとは思うんだけど、うん。ここで戦おう。一直線にしか来ないルートで。
ほい。で、これあれでしょ？触手でしょ？ね。よし、やった。で、これね、触手がめちゃくちゃ多いから、ここ。数が多いでしょ。ね。こんだけの数がいるから。ね、こんだけの数がいるから。危ね。よし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 。ほい。危ない。大丈夫か、アシュリー。数多すぎ。しかも、また触手だしな。いや、どんだけ数いるんだよ。あ、まずい。アシュリー。まずい。やれないか、これ。あ、くそ、ダメか。ショットガンでいこう。やむを得ねえな。またかよ。ほい。よし、やった。アシュリー？無事か？大丈夫か？うん、よし。ね？倒しちゃった方が楽でしょ？倒しちゃった方がね、楽なんだよ。おい。はい。よし。いや、いいあれを見せれたな、これ。そう。倒しちゃった方が楽なのよね。で、樽もね、再配置されてるから、アイテム回収しつつ、危ない危ない。守りながらね、突破するのはちょっとね、現実的じゃないから、まあ、上手い人だったらいけるかもしれないけど、俺みたいにゲームが下手な人とかだと、倒した方が絶対安全。弾もったいないけどね。うん。よし。いや、いいね。いいところを見せられてるね、動画で。ちゃんとそういうところを見せられてるのがいいな、今回。新しい品のお目見えだ。見逃すなよ。本当に？なんかあるかい？ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。いや、いいのないな。あんまり求めているものは正直ないね。うん。改造で、1万5千か。そうだな。本気で生き残りたいと思ってんなら武器を改造するんだな。どうしようかな。装填数と連射速度かな。よし。で、ここに依頼がね、また新しいのがあるんだけど、どう猛っていうのかな？な狂犬。特殊な変異を起こした狂犬を始末してくれ。強固体の撃破、村長の家。スピネル8個。これはね、行きたい。ダメだ。我慢してくれ。わかった。うん。で、村長の家に向かっていくんだけど、まずはね。ハニガンの予報が当たったな。よいしょ。向かうのは、あれ、その、合流するところに向かっていくんだけど、その前に村長の家にちょっと、用があるので、向かっていくんだけど、はい、見ての通り、敵がいっぱいいるので、手榴弾ぶん投げちゃおう。うん。もう一発手榴弾行くか。まだ死んでないよね。よし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 。で、これね、ハンドガンで。あー、無理か？ひるまないか？ハンドガンで。おおお、あぶねえ。おえ、今回うまくいかないね。意外とね、このね、手榴弾ぶん投げた後に、あ、これ閃光がいいな。うっそね、ひるむんだけどね。なんか、今回はうまくいかないね。入った。よいしょ。そして、ナイフ入ったの大きい。あ、いった。いた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 。さようなら。さようなら。さようなら。危ない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 。
死ぬかと思ったよ。死ぬかと思ったね。プレゼント。もう一発だ。いや、おとなしくちゃんとね、ショットガンを使った方がいいね。うん。ショットガンぶっ放してやんよ。ハンドガンでもね、いけるんだけどね。なぜかうまくいかないね。まあうまくいかないところも見せられて何よりだけど、そのまま自分の火炎瓶で燃えちゃいな。それが君へのプレゼントだ。うん、いい感じで燃えてくれて何よりだ。よし。おっと、まずい。危ない。大丈夫か、アシュリー。いやー、本当に見せられてるね、俺。見せられてるな、本当に。で、上にもね、この村人がいるんでね、やっておこう。よし。これさ、あれ、降りられない？降りられないか。向こう側にいるやつ、あ、そうだよね、来ないよね。で、そう、アシュリーがいると取れるアイテムがあって、それがね、2箇所かな、今の状態だと。まずここ。はい、中から開けてくれ。で、その間にこっちって、ほら、開けてない。あー、そうか、小さい鍵ないか。いいよ。ナイス。ありがとう。なんで開かないの？開いた。なんで開かないのかと思ったわ。で、ここに丸いくぼみのある、ではこれで組み合わせ、赤と黄色、16,500円。素晴らしい。そしたら村長の家に向かっちゃおうかな。あれ、俺挑んだが入ったよね、確かね。入ったよな、確かな。で、村長の家に向かっていくと、ついてきてる？意外とね、早く行き過ぎるとね、アシュリーついてきてないことあるから。で、ついてきてないと、アイテム取れないんで、ちゃんとね、ついてきてることを確認して、よし。で、村長の部屋まで行きましょう。レバー引いたような気がするんだけど、あ、そうだよね、ここ。待ってて。ここね、上に行けるのよね。で、上に行くとお宝があるので、で、あとね、なんか、いろいろとね、資料があるかな？写真とか。あ、黄色ハーブね。で、ここに、村の記録第2巻。まあ、いろいろと、噛みすぎ。いろいろとね、まあ、なんか書いてあるんだけど、城から黒いローブの一団がやってきた。雲のような気味の悪い旗を掲げて、救いや許しなどといった説教の後、狂い病を治す薬を打ってもらった。信用していいものだろうか。これが、まあ、レオンも打たれたものだね。私に代わってこの村を見守ってほしい。お前の写った写真に笑顔の多からんこと。先代の写真。うん。他にも、はい。特防の鉄工場。1992年。うん。写真とか。あとね、こっちの奥に、また読み物か。村の記録第1巻。うん。村の者たちは狂い病ではないかと噂をしている。まあさっきの狂い病のために、なんか注射を打ったみたいなのが第2巻だったから、こっちが先の話だね。うん。で、こっちにまた、
あ、古い写真機と写真があります。ナワロケ1981年。確かね、なんか読み物の子供の写真じゃなかったかな、確か。そんな感じだった気がする。で、さっきの写真機ね、売れるので、ん？アシュリー？あ、来た来た来た。なんでついてきてないのかと思ったよ。で、行くと、こういう風に犬がいるんだよね。で、これね、確かね、確かなんだけど、無限のロケランとか、まあ、普通にロケラン、撃つと、一撃でやれた気がする。確かね。まあ、今回は普通にやってるので、まあ、普通に戦っていくんだけど、マジで難しいというか、強いので、そう、これはね、難しいんじゃなくて、強いだね。うん。強いので、まあ、ショットガンとか、サーマシンガンとか、まあ、あとはまあ、閃光でもいいけど、投げた方がいいね。変化するから、いきなり。変化した後に投げる。そうすると、ひるむから、で、ナイフ、ほら、ね、最大強化までいってるんで、ナイフで大ダメージを与えることができるってわけだね。で、動きが早いから、あ、いた！アッシュリーにダメージ与えんな。やっぱね、閃光あった方がいいかも。あー、いた！いいかもね。大丈夫か？で、俺が死ぬ。俺が死ぬよ。あー、危ねえ。いた！いたいたいた。ほら、ね、やばいでしょ、この犬。そう、このね、ダメージだから、だからね、やばいのよ。やれてないな、これ。はい。で、遠距離攻撃来るから、ね、こうやって、死んじゃうのよ。いや、ほんとにさ、死ぬところもしっかりなんか、見せてんのが面白すぎるだろ。ねえ、マジで。あ、なんだ？なんかなかった？もう閃光ぶん投げてやろう。よし。これハンドガンの方が威力あるかな？強化してるからね。あ、いた。ちゃんとね、距離を取って戦わないと、あのね、連撃がやばいから。よし。どういった？死んでないはずだけどな。ほい。ショットガンはひるむからいいよね。ただ俺あんまり威力強化してなかったはずだから、ちょっとあんまりショットガンでは有効なダメージを俺の場合は与えられてないかもしれないね。あ、オッケー。やっぱハンドガン強化してるから。ハンドガンの方が大ダメージ与えられてんだな、やっぱな。うん。OK。そしたら、こっちだね。あ、そうか。死んでるから、もう一回、ん？あ、いん？おう。どうした？お前は、マジか。ほい。こいつら、向こうにいるやつだったと思ったけどな。危ない。よし。向こうにいるやつが来ちゃったかな、これ。ハンドガン弾ないんだけど。ハンドガン弾ないんだけど。あ、そうだね。こっちにいるやつが音に反応して来ちゃったか。まあ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 。手間が省けた。見たことあるでしょ？こっちがまあ合流地点だから戻っていくんだけど、ガンパウダーありがてえな。ただ、あれがないのよね。あれがね。あれって言ってもね、わかんないよねって話なんだけど。あれ、それ、これじゃ、わかんねえよって。よし。
あ、向こうのやつは気づい、あぶねえ。あ、音に気づいたかな。あー、はい、よし、よし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 。敵の数がね多いからね。はい、あ、動画時間がいいぐらいか。おー、ライフル強い。ほい、ライフルの威力もね底上げしてるから。はい、ライフル最強じゃんね。ただこんなところで使うものではないけどね。あぶねえ。ほい、あ、やべえ、リロードが。できる限りね牛は倒したいのよね。美味しいからさ。オッケー、ライフル最強じゃん。ひるんでないな。これはガードして、よし。あ、マジか。ほい、絞るとダメージ大きくなるからね。あんまり絞ってないけど、よし、オッケー。じゃあちょっと動画時間ちょっと見るの忘れちゃってね、長くなっちゃったんだけど、ちょっと一旦ここまでにしておきたいと思います。セーブあったっけ、あるね。はい、ということで、ちょっとね、ほんとね、動画時間見ないで普通に遊んじゃったわ。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、インスタグラム、TikTok のフォローやコメントなどお待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。